私には戻りたい夜が多すぎる。ねえ、なお、なんか言ってよ。この前の舞台どうだった？誰かの評価のためにやってんじゃないから。それって自分の力で評価されてから言う言葉じゃない。5月に公演しようと思って面白くなる予感しかしないから。主演女優がずっとバイトして待ち続けてますけど。結局にいるんじゃん。ちょっとはなおちゃん見習って大人になれば。ぶどう畑のあんな華麗になお、なおが作った舞台として再演しようと思って。なおとの唯一のつながりならって。アンナの役ってさなえさんじゃなきゃダメですかね。さすがにナオの意思に反してる気がします。花見の最後の舞台なら成功させた方がいいでしょ。やってみないと分かんないよね。舞台やろう。